全部で何個ぐらいあるんですか？2700。でこれ1枚で3枚あるから、その3倍のメッセージがある。すごい。これもう全部一つ違いますからね。南阿蘇にいっぱいいろんな団体が支援してくれてるから、大学生もボランティアで参加したから、やっぱその横のつながりとかで、集めてみんなが送ってくれたりとか書いてくれたまで橋がかかって。そうなんだ。そう、今ちょっと行けんくなってんだけどね。あの最近まであの柵なかったよ。こうみんな期待放題だったんだけど、しかも橋が落ちてるのが分かる。この橋があると市内まで通る。そう、市内までこっち行ける。まっすぐ行って突き当たって左に行くと熊本市内なので、右に行くと阿蘇神社とか一宮とか内の巻とか市内の。機械動いてんじゃん、あれ全部無線だけどね。2016年4月16日の熊本地震本震により、山の斜面が大きく崩れてしまいました。この土砂崩れにより近くの大学生が一人巻き込まれてしまいました。明かりのイベントで飾られていた千羽鶴はその大学生のお母様が作られたものでした。